それぞれ新聞2、今回は銀座拝見ということで、たくさんの見るような暑い暑いニュースがたくさん見られるかと思いますので、台湾の皆さん、放送を楽しみにしていてください。それでは康介さん、台湾の皆さんお待ちしてます。大家喜欢这首，让我们访问一下，听说我们不是在访问，第一次看到这影片，有什么感想呢？初めてです。いや、本編よりよく喋ってましたね。我是第一次看到这影片内容，他话讲的比他在台前都还多。彼は無口な役だから。他的角色非常沉重。でも顔ね、表情ですごくたくさん怒るとか。但是他的角色虽然话不多，但是有时候就是他不能使用他的角色，因为身体表现很有型。那如果他其他